ローテホームラン打ってほしい。
戦中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズ第1回戦守備につくドラゴンズの選手をご紹介します。さあ、福田さん自身、これが14年ぶりのバンテリンドームでのお立ち台です。お立ち台の中村さんです。そうですね、ここで、どうやってお立ち台かっていうのも、少し仕事を目標だったので、それが本当にできて、幸せですし、またこうやって、ね、たくさんの声援をいただくというのも本当に、嬉しい限りです。今こうやって話してもらって気分はいかがでしょうか？泣きそうです。やっぱり、一つでも、多く勝って、しっかりとチームが、上に行けるようにという、そこに、集中してやっていきたいなと思います。そして、福田選手、明日はカード勝ち越しがかかります。最後にファンの皆さんメッセージお願いします。そうですね、本当に今日のいい形で、勝てたので、この勝ちをまた明日につなげて、いい勝利で皆さんに笑顔で帰ってもらえるように頑張ります。